変わるところがどこかって言ったら、もうそろそろ変わるんだけど。で、12月から出てきた。で、1月も、正月休みの時に頑張って作品作ったか。っていうのがあって、この頃もまだ取っ手出しの時代だよね。2020年1月。何あげてた？これね。四日市発、伊勢中川行き、普通列車。ただし、伊勢中川まで行けませんっていうね。いわゆる列車交換があった時代ですね。今は全部、列車交換しとったやつは、始発会行きにして、始発会から別の列車が、で、そのまま連絡で中川まで行けますよ、みたいな案内してると思うんですけど。当時はありましたね。なんならその伊勢中川行きのやつが、普通列車が、列車交換して、列車交換した先の列車が実は大阪線区向けになってて、広告とかも全部大阪の広告になってるっていうね。で、それが伊勢中川駅に行くと、そのまま大阪上本町行き、急行に化けるっていう、大阪線のやつになるっていうので、実は、かなりカオスな列車だったりするんですけどね。これが確か最速、最速は伊勢中川までこいつで出て、伊勢中川から、上本町行きの特急か、に乗るのが一番早いのかな、っていうところですけどね。で、行ったりした時に取ってきたのが、近鉄の、当時は言い方これだったのに、近鉄のターミナル駅完全制覇の旅という言い方だったんですね。今は全部近鉄ターミナル、近鉄ターミナル駅、近鉄ターミナル完全制覇の旅とかに、ターミナル駅か、ん？末端駅。なんだったっけ？名鉄ターミナル、ターミナル完全制覇の旅にしてるかな？っていう感じですね。で、当時は、だからこれとかもそうですけど、長い尺が30分動画にしてますもんね。これ60時間、これリニューアル前のやつですね。っていうのがあったりしますね。で、この辺りで上位のやつで見ると、実は、1月は、ワン、ツーのところに、この1月、に上げた新着、新しい動画が実は入ってきてますと。あれですね、河内長野駅の行き先方向幕を見に行ってきたっていう。これがちょうど時事ネタだったんですよね、当時。だから、これはちょっと時事ネタだったんで、初期にポーンと乗って。このぐるぐる回るやつが、1月末で引退しますよということだったんで、慌てて取ってきたってやつですね。それを、これだけでね、ちょっと、時事ネタだったんで、早めに出そうというので、衣装で引っ張ってきてあげたんで、これは結構、スタートダッシュで伸びた動画でしたね。うちにしても珍しく。これがトップ3に食い込んできて、148再生っていう、これが結構押し上げてくれた感もあるのかなっていうところですね。で、1381というふうになってますと。で、次が、2020年は、では、だから11本動画再生して1348.6、登録者にいてください。もう、この辺は、横ばいは、ほぼ横ばいですね。で、内容としては、今言いましたね、こんな感じということで。でも、やっぱり会員書き留めの動画強いな、という中で、2月もその傾向は続きますと。このペースでやることが確定したら、これ一体何本になるんだろうな。10分ごとにもうぶった切るよ。よし、何本だ。もう、ってことは、1時間これから6本分撮れてるのか。で、別でニコニコ動画の分があるから、えげつない量撮れてるな。で、そっか、うるう年ですね。2020年ですから。そうすると、1294再生で、何上げてた？近鉄ターミナル駅完全制覇の旅がね、ずっとだけ撮って、この頃もね、コンスタントに提供できる状態ではなくてね、まだ。これ2019年の12月の年末に撮ってきたやつを、ですからストックがそんななかったですね、当時は。撮ってきたやつだ、それを出し切るまで頑張って編集して、できたらまた編集する時間、収録する時間を作ってきてっていう感じでやってたんで、ですから結構、投稿頻度はばらつきがあります。で、駅間散歩。これは伸びなかったなぁ。134ってことは一応伸びてるのか。後から伸びてんだ。これいつもね、言ってきてたりしますけど。
なんか定期的に食いって言ってました。これね、多分ね、大手の、多分、高齢、最初はね、高齢目指し、同じね、一つの踏切の中に、三つの機関があります。ナローゲージと、狭軌と、標準軌が全部揃ってるっていうところが、実はここだけしかない。桑名市になるんですけど、桑名の基本にはあるんですけどね、ここしかなくて。確か、私の記憶は確かだと、ここで一回スーツさんが取り上げてくれてたんですよ、この踏切を。スーツさんが取り上げとって、で、ここで、確か、ガミさんがやってたのかな、とかが、って感じで、で、また、あ、じゃあこっちがガミさんかな。で、西園寺さんもなんか来てたのかなっていうのとかで、やっぱそういった感じで注目が集まると、こっちにもちょっと本気が入ってくるというのこういったグラフになったわけです。だからそういうやつは、こんな感じで、後にそこでピュッて上がって、またピュッて上がって、なんや、面白くないやないかって言ったら、特に登録者は増えないということで売ったりしますけどね。で、この辺りとか別に上位に入ってくることなく、上位はやっぱし、この YouTube の、御三家が引っ張ってくって形ですね。現金掛け止めがでも入ってきてるのか、この辺りでね。で、簡易掛け止めが強い。で、速殺も強いということで、結局トップ3、4まではね、全部それで。で、ちょっと前に挙げたクレー旅行のやつとかがちょっと間に入ってくるけど、まあ基本的にやっぱりそういったやつの古い動画のやつがこう、ふわっと入ってくる感じっていう傾向やっぱしずっとありましたよというところですね。で、17本動画投稿しまして、1294,300切ったけど、まあ1000、オーバーはずっと堅調にいく感じになってますね。で、46チェンジ。登録者数があんまり、関係ない感じになってますね、この辺りは。で、上位はこんな感じ。まあ、そこに変化もなしって感じですね。